ちは。アスリートゴリラ接骨院の院内紹介をしたいと思います。まずは、受付です。それで、こちらに入ると、野球選手のボールだとか、去年日本一になったお礼の盾だとか、あと、こういう漫画家さんの家族を救ったりだとか、しています。で、中に入ってみます。あ、たくさんのアスリートのいっぱいサインがありますね。それで、鑑賞派とかですね。で、こちらが当院の自慢で、オリンピック選手だとかですね、WBC の選手が使用してる最新の医療機器を用いて治療してるのが当院の自慢になります。それで、こういう機器を使っているので、日本代表の監督さんなんかが日本代表の選手を紹介してくれたりします。こんなに広くて明るいんです。